始まりました。マルコさんの当て振りです。言えるかしら。ノリノリですね。いい感じに頭も振っております。笑ってはいけませんよ、マルコさん。真剣な顔をしています。いいですよ、いい首振りです。笑ってしまっていますね。今これは使えるのでしょうか。めちゃくちゃ笑ってますよ。お、テクニカルですよ今のところ。うん、すごいポイントです。あ、いい指の動きもされていますね。ちょっと近づいてみましょうか。こんな感じでございます。ちょっと白と黒がはっきりしていますね、顔の。まるでサングラスをかけているかのような顔面でございます。あ、いい感じの指さばきですね。いい指さばきです。つま先がかわいい、つま先がかわいいです。お、いい笑顔ですね今の。いい笑顔でした。あ、いい笑顔です。笑っておりますね。真剣に弾いてください。お、かっこいい。ちょっと今ミスしましたね。今ちょっとミスしましたね。さあ、テクニカルゾーンです。かなりのハイブリッドテクニカルゾーンです。あ、すごい弾けています。ちゃんと弾けています。お、決め顔いきました。いい決め顔ですね。ビールが飲めそうです。それでいいですね。おって言ってしまう、すごくて。さあ、はい、いいですね。いい笑顔とつま先です。どうしてあの角度なんでしょうか。ちょっと足が足りないのでしょうか。頑張っております。両方の両足とも頑張ってます。ちゃんと弾いてください。ちゃんと弾いてください。邪魔すんなよ。ちゃんと弾いてください。マルコさん、ね、かっこよかったですよ。つま先とかどうでもいいわ。ギターの説明してくれよ。ハイブリッドテクニカルゾーンって言いました。なんだよそれ。はい、どうも、嫁と俺のマルコです。よろしくお願いします。というわけで今日はね、こちらですよ。ビビーのミネルヴァを使って演奏させていただきました。オリジナルのインスト曲で真夜中のシュークリームという曲でございます。素敵なタイトルでしょ。はい、ね、で今のデモ曲すべてこのミネルヴァ、このペダルだけを使って演奏しています。どんな感じだったかな。設定はね確かね、こんな感じです。で、ギターのボリュームは下げ気味で弾いてますね。こんな感じですよ。頑張れ。ちゃんと弾こう。こんな感じですね。で、今日はもうこのミネルヴァのペダルを使って今デモ演奏を実際聴いていただいて、どんな音がするか大体もう掴んでもらったんじゃないかと思うんですけど、でこれね、嫁と俺、まあ、嫁歌の演奏なんかでもかなりの頻度で使ってて、めちゃめちゃ重宝してるペダルなんですけど、実際このつまみっていじったらどうなるのかっていうのをちょっとね、いじくりながらこうお話ししていきたいなと思ってます。かっこいいですね。なんかあの画面の外で嫁ちゃんがね、茶化してくるんですよ。すごい茶化してくるんですよ。とりあえずじゃあ全部真上向けた状態の音、こんな感じ。皆さん多分一番興味があるんじゃないかっていうのはこれ原因のつまみね。これマックスまで上げてみましょう。グイッ。もういいですね。オーバードライブっていう括りなんですけど、めちゃくちゃよく沈みますね。ちょっと気持ち悪いな。
澄ました顔していらっしゃいます。してねえわ、何なんだよ。澄ました顔していらっしゃいます。してねえよ。なんだよ一体言う今日それよ。かっこいい、かっこいい。うっとうしいな、何に使うんだよそれよ。こんな感じでかなり歪みますね。コード系のバッキングとかカッティングとかでめちゃくちゃ使える音だと思います。頑張れマルコさん、頑張ってください。もう一回、もう一回。コード系とかカッティングでめちゃくちゃ使える音だと思います。いい音。おい、もう一回。頑張って、頑張ろう、頑張ってカッコつけようよ。コード系とかちょっとダメじゃない。, 笑っちゃダメでしょ。落ち着こい、一回落ち着こう。コード系とかカッティングでめちゃくちゃ使える音だと思うんですよ。いいっすよね、かなりかっこいいっす。でね、今、あ、そうそう、これあのローランドのローランドじゃないわ、ライン6のジャズコーラスのアンプシミュレーターに突っ込んでます。クリーナーがこんな感じですね。なんか発達な。はい、で、やっぱこういうペダルって買ったらみんな一度はやってみたいんじゃない。全部フルテンにする。噛んでねえよ。あ、こういうペダルって買ったら絶対一度は試したくなると思うんですけど、全部フルテンにしてみましょう。グイ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 、これな、絶対 A さんに見られたら怒られるんだよ。こんな使い方さ。意外にいいらしいです。あれ？あれあれ？ないね。悪くないんだ。悪くないね。全然使えるじゃん。本当にどこをいじくっても無駄のない最高のペダルですよね。マルコ的にここ最近、ここ数年のエフェクターで一番気に入ってるペダルがこのミネルバなんですよ。で、これね、オーバードライブなんですよね、くくり的に。なんで今日はドーン、まあ、ずっと気になってた方もいるんじゃないかと思うんですけど、ここに SD1、 ボスの SD1、 もう定番定番なのかな、一昔前の定番、最近ちょっと分かんないですけど、こいつと比べてみようかなと思って、まずじゃあ全部真上のミネルバさん。もう悪い言い方をすると軽く劣化するのがこのエフェクターのこのペダルのイコライザーだと思ってるんで、これはこれでいいんですよ。ね、じゃあちょっと目いっぱい歪ませる対決やってみますか。 SD1 からいこうかな。じゃあこれはね、知ってる。まあ付き合い長いんでね、こいつとはやっぱりね、あの嫁さんよりも長く付き合ってるんで、こいつとは。嫉妬しちゃうわ。すごいいい音だったね。お？あのね、ビビーのね、ミネルバじゃないオーバードライブ、実はね今もう手元にあるんですよ。ただね、
マイニューギアってやりたいじゃないですか。マイニューギア動画を撮ろうと思ってるんで、撮ろうと思ってます撮ろうと思ってます。あの高評価がたくさん来たら撮ろうと思ってます。ほんと高評価なかったらもうこっそり自分で勝手に楽しみたいと思ってるんで、よかったら高評価お願いします。チャンネル登録もね。てなわけで、まあ、あんまり参考にならなかったかもしれないですけど、というわけでいつものやつ行ってみよう。最後までご視聴ありがとうございます。この動画をいいと思ってくださった方、またビビのペダルますます気になってきたよって思った方は、動画の高評価としてチャンネル登録もよろしくお願いします。マルコさん最近あの TikTok の方、マルコさんって別に一人でやってるわけじゃないですけどTikTok の方もやり始めまして、今 Twitter、Instagram、TikTok、 あと YouTube のストーリーなんかも、動画載せてます。で TikTok の方では視聴者の方からいただいたコメント、ギターの質問とかのコメントに返すようなこともやってるんで、よかったらそちらもフォローしてみてください。というわけで、よかったらまた見てね。ね、何やってんの、ほんとずっと撮ってんじゃん。ずっと撮ってるよ。何なんですか。 NG 集を作るんだよ。ほんと嫌なんだけど、そういうのマルコさん、カミカミ NG 集を作るんだよ。ちょ、ほんとやめようよ